って言うとに、誰もそばにおってやらんで、ごめんね、ごめんね。五人で交代で家に帰って食い越すけんな。そして毎日電話もすいけんな。元気しちょっけよ。お前たちは何を言うちょっとね。お前たちが元気で幸せであれば、それが一番の親孝行もんじゃと。母ちゃんの声は心配せんでよか。父ちゃんがちゃんと面倒見ていっけ。心配すんな。もしも、もしもやと、どっちかが一人になったときゃ。